さあ今日の本題をお話ししていきましょう。今日の話はレターポットですね。最近私がハマっている西野昭弘さんが7年前に開発したと言われているレターポットの話でございます。今日のタイトルはレターポットを使えば X でトレンドを狙えるよっていう話をさせてもらいたいなと思います。昨日私実験的にですね、西野昭弘さんの手を借りずともレターでトレンドが取れるのかという実験を行ってみました。そしてね、50名限定で1人に100レター配ったんですよね。合計5000レターです。で、これ2時間で速乾でした。やっぱね、今レターポットが再燃してる、まあ要するに西野昭弘さんですね、キングコング西野昭弘さんがこれ面白いよって言って発信したら、まあその発信ってね、すごい数に届くわけですよ。で、西野さん、やっぱね、ソですよね、サロンメンバーのソが発信する威力ってすごい。まあそもそもキングコング西野昭弘さんって影響力すごいんでね、それでレターポットが再燃したわけですよ。だって西野さんがやってればね、やろうって気になるじゃないですか。まあ、前もあの X のね、鍵垢やろうぜって言ったらみんながまた鍵垢がね、ふつふつ湧いてきたように、やっぱね、トップが動くとね、そこに熱が入るんですよね。これ会社でも一緒です。私経営者やってるんでわかるんですけど、ここ今からやるぞって言ったら、やっぱ社員たちもそこにね、フルコミットするんですよ。全力オブザ全力、フルパワーですよ。もうスーパーサイジン3ぐらいね、バチバチになります。眉毛も吹き飛んじゃいますよ、ほんとね。で、そんぐらいにフルコミットするとやっぱ熱入るんで、このレターポットが今再燃してるんです。で、昨日結論から言うと私、トレンド入り、余裕で果たしました。4つのキーワード。まず、西野昭弘。ハッシュタグ西野昭弘。ハッシュタグ鴨頭義人。そして、ハッシュタグレターポット。最後にハッシュタグ他者貢献です。この4つが果たして入るのか。これをね、引用リツイートしてくれと。あと、西野さん、鴨さん、俺をフォローしてくれ。これはもうおまけですね。ここの条件を満たしてくれるのかっていう実験もあったんですけど、まあ、やっぱこのフォローっていうのはね、半分ぐらいですね。まあ、半分が私の知ってる人っていうのもあったんですけど、やっぱしてない人もいました。ちらほらとね。もうわかるんです、これね。で、後からはしてない人がまた外してたりすると、その人も、あ、もうテイカー扱いブロックっていう風になっちゃうと思うんですが、いや、まあでもほとんどサロンメンバーさんなんでそういうことはないとは思うんですけど、まあそれは信じてますね。わかりませんけどね。で、結論から言うと余裕で果たせました。だってまず私が1個を出します。まずリポストが行われます。単純に50名ですよね。そこから引用リポストが起きます。で、これで100ですよね。そこから、他のサロンメンバーさんがリポストしてくれるんですよ。これ掛け算式にバーッと増えていったんですね。で、4つのトレンド、For You のところ。まあ私の、ね、なんていうのかな、パーソナライズされているっていう、要するにその私が注目している、トレンド、私の好奇心から X がデータ化して探ってくれる 4U にはもうすぐ乗りました。あ、簡単だな、なるほどと思ってですね。で、これじゃダメだと思ってエンターテイメントの方行ったんですけど、エンターテイメントにももちろん4つ入っていました。これも間違いないということですね。レターポット、まあ前にもね、なんかあの、アマゾンギフトカード配りますとか、そういうやり方あったんですけど、あれってね、若干いやらしさがあるんですよ。だって自分のお金で買っちゃって、それタダで配るからっていうと、なんか怪しい人いるじゃないですか。でもレターポットってね、例えば5文字、まあ100文字にしようか。100文字ね、今日は何、元気してますか、私は元気です、他者貢献、ウェイウェイとか送って大体100文字とするじゃないですか。全然足りてないんだけど、そうすると相手に100ポイントが行くわけですよ。で、こっちは100ポイント減るわけです。でも向こうはそれを得られるわけじゃないですか。そうすると向こうがね、70文字でありがとうって言うと、こっち70文字返ってきて、向こうには30ポイント残るわけですよ。これも何もしなくて向こうは30ポイントをゲットしたわけになるじゃないですか。で、こっち70ポイント返ってきてるんでね、全然いいわけなんですよ。こういう風なやり取りが行われると、誰かのために大事な言葉を選んで送ろうっていうね、他者貢献な方々が他者貢献なことをするというね、連鎖が起きるわけなんですね。で、チャオっていう挨拶をすると、これがまた5ポイントです。自分の5ポイントが減って相手に5ポイント与えることができます。でね、知らない人もチャオしまくると、まあ気持ちいい人もいると思うんですよ。もう私チャオ多すぎて別にどうでもいいんですけど、はっきり見てないんで。はい。まあメッセージ送られてくるとね、やっぱそれは嬉しいですよね。100文字ありがとうございますとか言ってね、まあ中には70文字返してくる人いるんですよね。送ってみねえじゃんって思いながらね。まあそんなすごい人もいたりとか、まあとにかくね、自分が、この人にお世話になってるとか、ね、元気してますか、久しぶりですとかいうね、アクションにもつながるわけなんですね。それってやっぱ推しの人、まあ要はやっぱ影響力があったり、まあ私で言うとそのやっぱ配ったにもかかわらず、結局5000ポイント、あ、5000、6000か、6000レターぐらい配ったにもかかわらず、1000レターぐらいがお礼で返ってきたりしてるんですよ。現実に。ね。
そういう効果もね、得ることができました。これも副次的効果ですけど、そして私はね、トレンド入りを果たしたぞーって言って言うことによって、ね、いつもお世話になってる西野さん、カモさん、まあこれはもう、その西野さん、カモさん、全く求めてないと思いますよ。そのトレンド入りなんか、フォロワー増やすことが興味ないんでね、はっきり言って。もうインフルエンサーの方たちはそんな興味ないんでね。あ、もうある一定のところまで突き抜けちゃうと。でもね、そういった実験に関して、まあ、西野さんの名前が載ったり、カモさんの名前も載ったりとかね、まあね、一通り効果があるんだなという実験検証結果を得ることができました。ちなみに5000レターいくらなのか。これズバリ、1000レターが5000円だから2万5000円です。これ一瞬高って思った方いるかもしれませんが、2万5000円で X のトレンドに、まあ平日の昼間ですけどね、そんなにその SNS が活動してないこの下がってる昼間ですけど、5、6時間乗り続けたんですよ。私ずーっとね、スクロールして実験結果見てましたからね。2時ぐらいになってもスーってやって、あ、まだ入ってるわって言って、3時ぐらいになってもスーってやって、まだ入ってんのかって言ってね、ようやく消えたのが夜です。やっぱSNS が活動化された時ですね。これかなりのもんだと思いません？載せれますか皆さん、簡単に X のトレンドにね、狙ったハッシュタグや言葉を。なかなかこれはね、難しいんですよ。ね、だけど載せることができた。たった2万5000円です。これ多分ね、ツイッターに5万円払っても3万円払ってでも、トレンド載せたい人って多いと思うんです。私だってね、あえて和光組とか入れてませんけど、やっぱ会社名載ったっていう実績とかってね、あれですよ、アマゾンランキング1位みたいなもんで、狙った瞬間にね、一気にね、燃焼させればそんなんできるんですよ。やろうと思えば。だって一斉に複数アカウントとか、コミュニティの力使って一気に別々のアカウントからね、バーって買ってもらえば、それ集中するんで、できるわけなんですよ。一時的にですけどね。もちろん一時的ですよ。それはもう売れ続けてる本からしたらね、もう鼻くそみたいなもんですよ。もうアイドルの写真集とかからね、したらもう鼻くそみたいなもんですけど、一瞬的な売り上げで、一瞬順位を上げることっていうのはできるんですよね。まあこれ NFT とかもそうでしたよね。爆発的にその一個の高単価のね、ものがバーンと売れたら、それが一気に日本のランキングの上に上がっちゃうみたいな感じで。まあでもね、これってものはいいようで、みんなやってるんですよ、マーケティングで。まあ人を騙したりするやり方は失礼ですけど、現実ですからね、トレンド入りしたっていうのは。4つ入ってますから。もうしっかり3、4時間ぐらい入ってますよ。私は X でツイートしてますし、Facebook にも載せてますけど、時系列的に多分10時ぐらいが最初だと思うんですけど、それから2時ぐらいのとことかね、ちゃんと入ってますからね。スクショであえて時間入れてますから、見られてもいいように。みんな拡大しないだろうとか言いますけど、拡大しますからね、そういう人って。詳しい人はね、ちゃんと証拠の載せてます。はい。やらしいでしょ？はい。嘘はつかないんでね。まあだからそういうレターポットとかを使うと、まあ広告宣伝にも活用できる。しかも、あいついいやつだなと思ってドヤれる。ね。で、いいやつね。信用が溜まる。信用が溜まるとね、クラウドファンディングとか、自身が行うイベントとかも、あいつがやってんならちょっと顔見に行ってみようかなとかね、手伝い行ってみようかなっていうことが起こる可能性も高くなる。さらに広告宣伝もできる。そして配った分はまた返ってくる。これはね、本当に他社貢献なシステムですね。クラウドファンディングのね、ちょっとない。なんていうのかな、骨組みは似てる。骨組みっていうのかな、違うか。逆に中身、内臓が似てるっていうのかな、印象で言うと。外見は全く違います。ね。骨組みっていうのはやっぱ誰かのために何かを行うっていうのがレターポットなんですよね。クラウドファンディングもそうじゃないですか。もうほとんど、ね、機能というよりも意味。ね、誰のために行ってるかってでかいじゃないですか。私の今回のクラファン、他社貢献クラファンだってそうですよ。1000万集まりましたけど、900万ぐらいは多分ね、あれですよ。意味です。まあ言い過ぎたな。西野コンサル、西野さんがね、西野コンサルが多分、30万分ぐらいになったんで、西野さんありがとうございます、ほんとね。20万円で西野コンサルさせていただいてね、発表させていただいて30万円分ぐらい集まってますからね、ほんと。30万か40万かちょっとわからないですけどね。まあそういう風にね、なったわけだから、なかなかのね、これはね、信用を貯めたりとか、ね、実験の面白さとか、そしてトレンド入りさせることができたという成功例の積み上げとかね、面白い結果になったので、皆さんもね、これ軽く考えないで、レターポット、まだ始めてない方はちょっと早く始めた方がね、いいんじゃないかと思います。まあ、お忙しいとは思うんですけど、一瞬でできますからね、私も一瞬でやったんで、誰かのレターポットにリンクして、ただね、
ログインというかアカウント作るだけなんで、もう秒でできます。もう、クラファンとかやってる人からすると秒でできますよ、こんなんね。もうログインなんかいつも通りじゃないですか。ね、メールアドレス入れて自分のね、入れたいパスワード大体決まってるでしょ ?12345678 とかね。こんなんパーンと入れて新規アカウント作成ですよ。皆さんもぜひね、このレター配りやってみてくださいよ。お願いします。循環することをね、他者貢献。